インターナショナルシリーズモロッコ2日目5日ロイヤルゴルフダルエッサラームモロッコ7569ヤードパー73賞金総額200万ドル約3億円のインターナショナルシリーズはアフリカが舞台リブゴルフをバックアップするサウジアラビアの政府系ファンド TIF からの支援を受け開催される高額大会は第2ラウンドが終了した 日本勢は5人が出場。リブゴルフに所属する香妻陣一郎が4バーディー1ボギーの70をマーク。トータル8アンダーまで伸ばし、首位と1打差の2位タイに浮上した。応用支流、応用支流はトータル1アンダー、39位タイで予選を突破。証言寺流権はトータル4オーバー、102位タイ、関藤直氏はトータル7オーバー。 124位タイ、秋吉翔太はトータル14オーバー、150位タイで決勝進出を逃した。トータル9アンダーの単独首位に今季2勝を挙げているジョン・キャトリン、米国、香妻と並んで1打差の2位タイに逃げるタブエナ、フィリピン、トラビス・スマイス、オーストラリア、ラがつけている。